プレイブルー全体飽きましたかね。じゃあ、 ビンタが終わり次第始めたい。ビンタ何件入ってる？ 3 件？ 2。 あとチェキが入ってたっけ。はい、わかりました。はい、おっと、そや、すごいこと忘れてました。ドグラ頑張ってちょっと伸ばしといて。ブレイブルーのトーナメント表作ってへん。ごめん、ちょっと、まあ、すぐ。すいません、急いで作ります。申し訳ねえ。今のビンタのどさくさに紛れてブレイブルーのトーナメント表作成完了しました。はい、まだ皆さんツイッターの方ご確認ください。では、ドグラさんにメイン実況の方やってもらいましょうかね。まあ、まだあるんか。チェキがあるんですね。はい。
はい、オルカさんおられますか、オルカさん。はい。いやありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではドグラさんちょっといいですか。あ、待て。ドグラさん、ドグラさん、あざーす。はい、KF のじ合いしてもらっていいですよ。ガンガンのじ合いしちゃってください。俺ものじ合いしに行きます。はい、枠取った。今30分押しです。さあちょっと巻きで行きましょう。巻きで、チェキ消化する。はいはいはい。オルカさんいますか。さあ、ドグラちょっと、あ、まあカメラマンか。あ、ではもう順番に呼んでいっておきます。一番左の台、ルーキーズさんとポップさんは、はい、席に座っといてくださいね。はい、では左から2番目の台、マトイさんとキクラミさんお願いします。はい、座ってくださいね。マトイさんとキクラミさん。はい、じゃあ左から3番目の台、スーヤさんとフォンさんお願いします。スーヤさんとフォンさんおられますか。対戦相手の方おられますか。はい、座るだけでお願いしますよ。まだ始めないでください。そして左から4番目の台は、じゃあイガルクさんとラバさんお願いします。イガルクさんとラバさん。はい、4番目の台、イガルクさんとラバさんですね。はい、で配信台はドグラにチョイスしてもらいます。はい、
はい、ありがとうございます。ちょっと行きます。で、ドグラ、配信台を選んでください。これいいですね。これ行きましょう、配信台。配信台でラスクグランディアさんとチリさんお願いします。配信台でラスクグランディアさんとチリさんお願いします。はい、メイン MC はドグラとなっております。はい、配信台はこれでいきましょう。 1P がラスクグランディアさん、 2P がチリさんですね。はい、終わってます。というわけで開幕からテイガーカルルということで、はい、アボタンチェックどうぞ。で、2先なんで2先です。はい、まあ一応もう一回言いますけど、ブレイブルーゼの方にもう一回言いますけど、2先です。2回勝ったら勝ちです。で、負けた方だけキャラ変更可能です。ルール、曖昧な方いるかとも思いますんで、もう一回言いますと、2先ですね。2回勝った方が勝ちで、1回負けた方だけキャラ変更が可能です。勝った方はキャラ変更不可能です。覚えておいてください。さあ、ボタンチェックです。ボタンチェックです。今はボタンチェックです。ボタンチェック終わったようですね。では、始めていきましょうか。さあ、テイガーカルルですね。テイガーカルル、いや、何も言う前、はい、試合を見ましょう。さあさあ、お姉ちゃんがいっぱい殴られたが、あっ、開幕痛いのが当たって、まあまあ、カルル側は長い試合やるつもりならもうバーストここで吐くでしょう。まずワンコンボ、さあ浮いて、さあ橋の攻めを手段ガード、これはガーフになっていないか。さあ、おっと、無敵が間に合わない。もう一度橋攻めが始まる。立ちから、さあ小間投げ食らいたくないのでリスクを抑えた固め。もう一度橋でコンボ、姉ゲージ回復している、フォーク止めて、おっと、まあ、素晴らしい。ボラン、さあここカルル逃げたい。あー、ブリオ、
ただしには至らない。スパークもある、ゲージもある。さあさすがにレンガ構成でしょう。一本選手はチリカルル。いやチリさん沖縄の方だと僕思ってたんですが、お仕事か何かでこっちにいらしてるんですかね。さあ立ち熱波で食らってフォーコで端までボランテからバッテンおっと避けている、ブリオ。さあこれはちょっと痛いか。さあ姉ゲージ回収、姉っぱでつながったがジャブシーで問題ない。これは死んだ、いや姉が死んだ。あるのかドライバー。音ずれ、あーえー KOF の時音ずれてた、 KOF の時ずれてた。どう。さあ一本選手ですね。 KOF の時ずれてましたか、教えてください。もし KOF の時ずれてないんであればちょっと再起動かけます。電話ください、意味が分からん。電話ください、誰に言ってんのそもそも。さあ一本目はチリさんが取っていく。あーでも分からない、ちょっと残る。姉との兼ね合い、この試合終わったら一回再起動します。あー中断。さあワンコンボ、姉の体力が回復だが、あー B スレでかなり削れた。おっとガード、デラボガード着地選んで崩れる、使っていく。さあ姉ゲージ少なめだが崩れると、あっと危ない、離す。おっとこういう展開、あーと何も起きない。めくり、おおスラで位置を入れ替えて、さあこれは姉ゲージ回収コンボでしょう。どこまで回復する、そこそこ回復した。中段投げ、さあパーフェクトだがリーチをかけたのはチリカルル。あっと前 D、 4D でしたっけが発生してた。さあ端までちょっとコンボミス。さあ何かあるのか起こるのか、おっとワンチャンス。あーと初段ガードからのバックステイ、あと姉ゲージが一気になくなった。これはあるバスト、あーと暴れにしゃがみ、まあしかし安い、落として下段を食らう。さあテネレッツァシーティーダメージを取りに行って、さあ姉ゲージの管理かなり難しそうですね。落ち着きはしない、ボランテから、あと裏に行く、着地だ。あとゼーネーワンゼネー、どこまで減る、ここまで。さあ出し切ったがカウンターサルト、バックステで受けて姉ゲージマックスかなりつらいが離す。あージャンプしたし1対1、まあ一瞬で解けますね、さすがに。さあ姉殴りが地味にかなり減ってるのでちょっとバカにならないが、マイシークラウッブリオを抜けて、あっと相打ちカウンター、どこまでしゃがみ切り吸い寄せて、おっと爆星、彼の爆星突っ込んで、うわーっとこれうますぎたぞ今の。バスを入っていく、橋を耐えれば中央に戻ったが落ちてめ、あーちょっとしづらいか。さあこれは読んでいる、これはおーっと危ない、当たったら死んでましたね。
さあ、しかしお釣りが相当痛い。3700ブリ当たらない。さあこれ紫抜けてスパーク避けた。時間はまだ30秒あります。まだ30秒あります。あ、姉が死んで、あー、ありました。はい、カルルを捕まえろというミニゲーム成功しましたね。はい、各自勝った方はこちらまで言いに来てください。お願いします。お願いします。さあ1対1になっている。あ、1対1今ので1対1です。なるほど。で、これ、この試合終わったらちょっと訪れ対策で一応再起動かけてみますので、一旦配信が途切れます。ご了承ください。さあ1対1ですね。あっとビースで引っかかる。コンブリオ1500。さあ橋攻め、アレゲージもぼっちぼっちある。着地投げ、さあバースト使う。フォーコだが、はい、では、徳原さんとエルデさん、徳原さんとエルデさん、左から2番目の台でお願いします。はい、あ、ジェネが、では、ブレイブルーの右から2番目の台で、コガタンさんとエルモアさんお願いします。そしてブレイブルーの一番右端の台で、カサマさんとマルオさんお願いします。はい、勝った方こちらに言いに来てください。今一組、言われていない方がおります。勝った方はこちらまで、言いに来てください。お願いします。素直に投げて起き上がり大事すぎる。カウンターサルト、飛びはかくらない。でボランティー亀橋で変えて、さあ橋置き攻め、二択読み勝って巻き込まれたが、これはどこまで減る。無理よ。3000ぐらいか、3000ぐらい。ガード紫抜けて、さあ姉ゲージ今は少ない。ガードバーストしていく。 100% を何に使うか。あー、これスパーク前し、おっと出ない。あー、出し切っていく。さあ1対1ですね。さあ、お姉ちゃんだけで殴りに行きたいけど、お姉ちゃんだけで行くと殴られまくってちょっと体力がすごい少ない。アスパーク箸置き攻めだが、飛びがボランテも今はもつれた。ガード、ガード、おっとうまい。さあテイが硬すぎますね、このキャラ。体力全然減らないです。マイシーカウンター、フェイタル。めくりガードしている。投げて、さあ時間がまだ30秒あるが、カルル側が焦る展開か。これはどうやって、どうやって
20秒と体力差縮まらないが、がカウンターサルト、ブリオを時間を止めて、あー死んでしまった。で勝ったのはグランディアさんですね。ではそれでは次の配信台どれ見ていきましょう。はい、次の配信台は金次さんとさえさん。さあ金次さんとさえさんで、さえさん、はい、お願いします。これですね。なるほど、ルーキーズさん勝利おめでとうございます。それでは、一番左の台では空きましたので、ケイスさんとアモコさんお願いします。ケイスさんとアモコさん、一番左の台でお願いします。さあ金次さえですね。はい、いける？あ、そう、ごめん、再起動忘れてた。はい、すみません、ちょっと再起動するんでちょっと待ってください。ブレイブル全体開きましたかね。じゃあまあすぐ、すいません、急いで作ります、申し訳ねえ。ビンタが終わり次第始めたいな。ビンタ何件入ってる？ 3 件？ 2。 あとチェキが入ってたっけ。はい、わかりました。はい、おっと、そやすごいこと忘れてました。ドグラ頑張ってちょっと伸ばしといて。ブレイブルーのトーナメント表作ってへん。ごめん、ちょっと